渡辺海局昭和8年1月26日は、東京、浅草出身の学僧。浄土宗の僧侶。社会事業家。荒井教師、坪月とゴース。国士官の設立を協議する、有志前列左から遠山光、野田宇太郎、渋沢栄一、徳富祖宝、後列左から花田半助。 渡辺海局、柴田徳次郎前田和夫、主運の人、渡辺海局刊末の年表によると、以下の通りである。明治5年、東京市浅草区田原町にて、渡辺慶造、都那夫妻の長男として生まれる。明治14年に抜け着届が出され、翌明治15年に抜け着届が受理され、浅草松清町の一万寺市寺に入る。明治20年、 小石川区、初音町の浄土草原各自住職、単三海帝のもとで特土。海帝の一時をもらい受けて、海朝日となる。同年9月、浄土修学東京志向に入学。明治22年、浄土修学本校に進学し、餅月信明小木原雲んと出会う。この頃、壺を当時にした画号をつけることとなり、抽選で、壺好きの号となって以来、 つぼきの語を一貫して用いた。明治28年、浄土修学本校前科を卒業。浄土教法主筆。明治32年、高島部英法、杉村祖人館、堺の高用らと、仏教清志都同士会を発足。明治33年、浄土州、第一期海外留学生として、ドイツへ留学。カイザー・ウィルヘルム第二世大学に入学。 エルン・ストロイマンに指示。明治40年、ドクトル・フィロソフィーの学位を受け、明治43年に帰国。直ちに宗教大学、東洋大学教授に就任。明治44年、エコイン、本田ダ・ジョーゴンらと協力して、深川区平野町に、ドイツ的セツルメントの浄土州労働協裁会を、設立。同年、芝中学校校長に就任し、死去までの24年務める。 大正8年、国主館大学の教授、評議員に就任。大正15年、大正大学改学、教授に就任。昭和7年、高楠淳二郎を補佐する形で関わった、大正新州大蔵教政党85巻、作品。昭和法宝,宝総目録2冊完成。昭和8年、敗血症により死去。作家の武田大順は老い。 つぼずき観光公開、つぼずき、全集下巻つぼずき全集巻公開、1933年12月、609ページ。田中健介、柴田徳次郎伝、9ページ。2011年6月5日閲覧。前田和夫、死運の人、渡辺海局、ポット出版、2011年。つぼずき観光公開、つぼずき、全集下巻つぼずき全集観公開。 1933年12月、609ページ。つぼずきかん公会、つぼずき、前週下間月間つぼずき前週巻公開1933年12月、609から636ページ。つぼずきかん公会、つぼずき、前週下間月間つぼずき前週巻公開1933年12月、370から373ページ。 つぼずきかん公開、つぼずき、全集下巻つぼずき全集かん公開、1933年12月、608ページ。ありがとうございます。